月の光は時を超えた愛のメッセージ。1990年代に女の子を中心に社会現象を巻き起こした美少女戦士セーラームーン。今回4人はその劇場版最新作の主題歌月色シェノンを歌います。こんな夢みたいなことありますか？ねえ、本当にぜひね、楽しみにしていただきたいなと思います。それではももクロが歌う主題歌とともに今日解禁となった特別映像をご覧ください。映画は来年公開です。この度劇場版美少女戦士セーラームーンエターナルの主題歌を担当させていただくことになりました。来年1月から2作連続で公開される劇場版美少女戦士セーラームーンエターナル、桃色クローバー Z が歌う主題歌が先ほど解禁されました。今回はももクロに5人のセーラー戦士たちが加わった夢のコラボが実現。メンバーたちもすごい、こんな夢みたいなことありますか？ねえ、ぜひ劇場でご覧ください。以上、私たち今やるアイドル週末ヒロインももいろクローバー